日本最大級総合ホビー専門店タムタム。遊びの宝箱タムタムに来たらワクワクがいっぱい。わさみチャンネルオンザトーン。上からね、はい、お客さん掃除台上からやってください。大丈夫、掃除台登れる。なんかガチャって言ったけど、ここに一段目が高いんだよね。そうだ、飛ばしすぎちゃう。長くもう一回言って直すから。あ、ダメだった。おお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 お短いことです。先生ちょっと練習した。え？ちょっと安定がないとバランスが難しい。これ文句言ってんの？あ、でもすごいなんか上達したね。なんかしたもん。プロポだけでそんなに変わるかな？今ちょっとイメージトレーニングしてた。イメージトレやった。まあまあまあ。おーいい。うまいうまいうまい。社会チャンピオンやっぱすごい。え、車なんかセット変えたの？車もそのまま。やっぱりこの間ちょっとやって慣れたんちゃう？走りいいよ、もう普通よ。車はどんな感じ？動いてる動いてる。動いてるでしょ？あと、まあプロポの持ち方も。まあ、隣の人の邪魔にはなると思うけど、すごい前に出てるからこれがちょっと邪魔だね。でもすごい高く持って一応様になってるね。あ、なるよね。はい、ちょっとチャンピオンっぽい。ちょっと飛ばしすぎや、気をつけて。チャンピオンっぽい感じになってるよ。そうだね、素質はあるんだよ。なんで素質がある。素質はあるんだけど、やっぱり長いブランクが多かったからね。いやいや、俺新品だったらどの辺まで行くぞ。F メインぐらいだったら。何メイン？何メイン ？F ぐらい。F？ それはどこの大会の？田舎の大会だ。田舎のね。田舎の F ね。多分さ、今は休みだったから。いっぱいお客さんが来たから。そう。マックス。マックスよ。こういう、こう、前回走って、今回走った時に明らかにうまく走れてると、これ楽しいよね、こういう時ってね。なんか一日走ってた感じ。そうだね、早くやめないかなと思ってずっと待ってんだけど、やめませんね。なんか、見たらね、タイムが分かりたいけど。タイム分からんでねえやろ。よう走るね。うん、それくらい側からね、メカを変えただけでね、いいメカ積んだらやっぱりよく走るのかな。変わるよ。あったんじゃないけどね。まあこれはまあ私が長年愛用してる車なので、実際値段の割にはちょっと欲しい。でまあこれは一応整備機種だったんですけれど、何か聞くところによると、今度これのミート仕様ね、がいわゆる廉価版として。おうおう出るの？うん、なんか出るという
話です。これのミット、例えば安いってこと、うん、安いミット、だからこれよりまだもっと安くなるんですね。もっと安いのは言うの、だから多分私の想像で言うとこういうアームとかをそのまま樹脂のやつで利用ですよね。 RGT ミットが多分なんかそんな感じ。ちょっとある意味期待してます。まだアナウンスはされてないよね。まだね、ちょっと簡単なオブレコね、簡単なアナウンス、内緒ですね。内緒で世界配信ね、わかりました。お、新設計、新設計、うん、ね、アッパーデッキなんかも二分割です。あ、違う、あれも二分割、ちょっと違います。あんまりあの売ってる人にはほぼ知識がないよね。あの頭が悪いんでね、もう覚えられへんよね。3つ覚えたら2つ忘れない。あ、ここに前回の、うん、一応ちゃんと登場してます。持ってきてる。それがオプションで組み込んだ、コンバージョンで組み込んだミート仕様。この間最終に走った、最後に走ったから、あ、もうメカが外されてるのね。それで、リアモーターの車はもうないの、ここに、はい、もう存在しない。リアモーターの車はもうこの間すぐに要望がありまして、ぜひ欲しいって言われる方がいたので、あ、それ売った、もう売ってしまいました。ああ、はい、なるほど。ということはこれも間もなく売られるということかな。かな。運命になるのかな。もう比較はしなくていいね。もうね、これも。あ、ちょっと何が違うの？このコンバーションからキットになった時に何変わったの？まあ一番大きなとこはこのアッパーですよね。これ一体もんだけど、こっちは分割。分割。まあメンテしやすいと思うんで、全部別々でね。あとこの一番大きなところ、ここね、サスアーム、サスアームの取り付け、はい、これが結構違 う、見た目にも違う。あ、一番大事なところは変わってる、うんうん、あれ、オーリングがなくなってる、うん、オーリングがなくなって、いわゆるもうボールみたいな形状は一緒、アームの、アームの形状は見たところ一緒よね。へぇ、まあ、ここだけが変わってる、マイナーチェンジ、うん、それどこのリポバック、これはね、広坂の、あ、売ってんの、売ってます。でもあのネットに出せないから、まあ密かに知る人ぞ知る。そんな売り方せんでもいい。うちネットに出そうよ、要望があれば1000円で売ってます。要望があれば宣伝せんかったら要望ないっしょ。あ、1000円リボバック、名前は、はい、リボバックです。今度あの結構在庫あるんでネットに載せます。在庫あるんでネット載せますって今ね、もう負けてないんで、うん、あんまり必要ないかなって。そう、でもリポバッグはいっぱいあるでしょ、在庫、うん、在庫あるね。これいつから在庫あるの。もう何年なんのかな少なくとも7、8年前から在庫があって、一生懸命売ってないのでいっぱい在庫があります。あの昔はバッテリーにサービスでつけてたんですか。つけてた、あのバッテリーやめたから、うん、バッテリーやめたから。あ、そういうこと、そういうことです。よくわからん理由で今無理止める方法ないのかね。そうね、目つぶってても鼻に入るような何か考えたいね。ねえ、うん、これはちょっと年寄りには難しい。シークダウンね、シークダウン挑戦したのか。車高とキャンバーぐらい合わせましたね。相変わらずゲージがないんで、また噛んでいきます。メケンでね、メケンでね、まあ、バッテリーネジ止め、うん、このネジとこの後ろね、これで全部押さえてみるように。ただやっぱりちょっと不安なんで、テーブルとかね、クラッシュする人はね、大丈夫よ、僕ぶつけないんで、うん、まあそう言ってる人は結構クラッシュするんですけど、でも
ちょっと噛んでいきます。尺を測らないで噛んでいくの。噛んでいきます。すごいね。いや、昔からずっとそうなんだけど、だいたい何ミリぐらいでいくの。だいたい後ろ5、前4ぐらい。うまく決まってるな。手も使わへんね。キャンバーは何度ぐらい。キャンバーはね、前がネガティブの2、後ろがだいたいフラットぐらい。曲がるセットね。うん、だいたいその辺が標準にしてたので。あ、いいよ。つけて壊したかもしれん。いや、あのね、初めからやったかもしれんけど、うん、あのまっすぐ走らんのと前が浮いてしまう。なんかね、非常に車庫がないみたい。車庫がない、うん、整備不良ちゃうの。おかしいよね。いや、ぶつけてからかもしれん。直線でぶつけて、ちょっと開けてみて、多分開けたのこれ。もう今日終わりかな。いや、まだ1回目やんか。もうちょっと走りたいわ。なんか嫌な予感するけど。漏れてなきゃいけない、絶対。ああ、やっぱり。なんかあるでしょ。なんかやったでしょ。うん。折った？折れた。あ、折れた。あー、折れた。初めてやな。うん。俺、今までこんなんなかった。まあ確かにあの変な当たり方したんよ、うん、あのフルスロットルで右にぶつけたからやってはいけない当たり方やなと思ったけど、うん、これはあれ、僕一発球も走らずに終了かな。今日もうこれで勝つかな。これでこの車もう売れなくなる。そんなことないけどね。まあでも事実は事実なんで。折れるからこのアームはちょっとスペアいるね。うん、俺アームはいらんって言ったけど。いるいる。あ、そんなすごい変な当たり方したけど強烈なクラッシュじゃないですか。まあよくある、うん、結構アームはこれ予想外の展開で、回転と同時にここに来たけど、お昼ご飯食べる前に終わり？まあ、いや、でもなんとかしましょう。パーツある？パーツね、これはないけど、前のオプションが、あの、前のタイプのコンバーションがつくかどうかね。あ、これつくと思う。待って、アームなんて折れないってお客さんに言ってた。アーム真っ先にいるやんか。で、それよりあのステアリングブロックだけ買っとけばいいよ、ちょっといい加減な。でも、アーム見てしまったね。ちなみに新しいミットのキットは、マサアキ RC チャンネルで YouTube の方で詳しく紹介するということですので、概要欄の方にリンク貼っておきますので、詳しく知りたい方はそちらの方をご覧ください。日本最大級総合ホビー専門店タムタム。遊びの宝箱、タムタムに来たらワクワクがいっぱい。